ではセリフの方をお持ちいただきましょうか。まずは中川さんからいきたいと思います。はい、おーって感じですか。皆様心のご準備はよろしいでしょうか。ではあの中川さん、ぜひ中央にお進みいただきまして、すいません失礼します。準備ができましたらよろしくお願いいたします。はい、本気で本気で言ってくださいよ。本気のやつ。あ、いいですか。なんかもういいですか。自然それでは、はい、こうです。お願いいたします。僕はいつでも君を待ってる。今でも君に会いたい。いつだって僕は君に会いたい。いやー、この大音量で聞けると素敵ですね。いかがですか、皆さんの前でこのセリフ完全に覚えてらっしゃいましたけれども。最後ですね、あの手紙ですね、これはね。そっか、だから顔が見れないから逆に貴重な、そうですね、感じ。本編ではモノローグで声だけなんで、ね、恥ずかしいですね。耳赤いよ、耳赤い。すいません。でもとても素敵な言葉ですよね。ありがとうございます。それでは千葉さん、続きましてお願いいたしましょう。どうぞ前にお進みいただきまして、はい、皆様心の準備はよろしいでしょうか。それではお願いします。今日こっちで寝てもいい？ちょっと悲鳴に似たようなすごい声も聞こえましたけれども、どうですか、言ってみて。言ってみて、まあ日頃から使ってるようなセリフなのでっていうのは嘘なんですけど、いや恥ずかしいですね。恥ずかしいですよ、そりゃ。でも、はい、ね、嬉しいですよね。こんな言葉かけられたら女の子はとても嬉しいなと思います。ありがとうございます。なんで日頃の仲良しが。言ってみたいとか言ってなかったっけ。言ってみる、言ってみなよ。いや無理、千葉くんが言うからいいんですよ。いやいや、これは、ね、聞きたいよね。いや無理。じゃあ特別に言っちゃいますか。したら、そしたらやっぱりね。いや、それはいいですよ。これね、これ言ってくださいよ、したら。さあ、それではお願いいたします。どっちからいきますか。あ、じゃあ僕からいきます。お願いします。大使っぽくね。僕はいつでも君を待ってる。今でも君に会いたい。いつだって僕は君に会いたい。ありがとうございます。ちょっとバカにしてるでしょ。なんかちょっとバカにしてる感じあるんだけど、なんかリスペクト。いや、素敵でしたね。さあ、それではお願いしましょうか。千葉くんの、ね、かわいらしさをちょっと出せるように。なんて今なんて言ったんですか。かわいらしさ、千葉くんの。はい、お願いします。今日こっちで寝てもいい？やっぱりね、あの後の方のセリフの方がちょっと恥ずかしい感じかもしれません。ありがとうございました。素敵な生セリフいただきました。ありがとうございます。さあ、あっという間にお時間となりました。それでは最後に一言ずつお言葉をいただきたいと思います。千葉さんからお願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。皆さんが一番最初に見てくれたお客さんということで、すごくあの僕たちも思い出になりました。よかったらお友達などに勧めて、またよかったら劇場に見に行ってもらえたら嬉しいなと思います。すごく胸キュンな、ちょっとファンタジーな通学電車、通学途中、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは松井さん、お願いいたします。このファンタジーな世界の世界観だったり、あとキュンキュンしていただきつつ、またぜひ友達とか誘って見に来て、また皆さん盛り上がっていただけたらいいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは中川さん、皆さん今日はありがとうございました。まあ、通学電車通学途中、1週間
ぐらい空いて公開になるんですけど、まあ、どちらもちょっとまあ色が違うような、なんかトーンが違う、どちらも楽しい映画になっているので、まあ、通学電車を見て、通学途中も見て、こうつながる部分もたくさんあると思うので、ぜひ、お友達や家族と一緒に、見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは森川さんお願いします。はい、ぜひお家に帰ったらツイッターなどで拡散していただいて少しでもたくさんの人に見てもらえたら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。それでは川野監督お願いいたします。今回目指したことといいますか、気に、すごい気をつけたことが、まあ、今回原作2つともありまして、原作をまあ、原作ファンの方も当然いらっしゃると思うんですけど、原作をこう読んだ後のこう読後感、原作を読んでる時のこう気持ちとかをなんかこう映画を見た後の気持ちともう一緒にしたいみたいな、違うものにはしたくなかったんで、もうそこだけはすごい気を使ってさ撮影しました。で、まあ、すごい素晴らしい原作とこういう魅力的なキャストと、あと主題歌のサイレントサイレンの曲が揃い、こんな完璧な布陣でやれて、すごい幸せだなっていう、だから僕は何もしなくても勝手にこんな映画が出来上がりました。素晴らしい映画が川野さんのおかげです。全部そうです。ありがとうございます。なんかちょっと一応真面目な感じで言ったんですけど、なんか微妙な感じになりましたね。いや、よかったです。はい、そして後ろの方にもムービーカメラございます。後ろの方にもお願いいたします。